こんにちは、山口八尾です。今日はうちの小玉ちゃん、こうちゃん、ね、一緒に出てますけど、おはよう。11月10日日曜日、天童市市民文化会館の山口八尾35周年コンサート in 天童マイホームタウンまであと9日となりました。今日入れてね、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと9日となりました。それでですね、市民会館の方の窓口でのチケットを品切れになっていたようですが、昨日補充されたという連絡をいただきましたので、天童市民会館の受付の方でも今日からお求めいただけます。そして天童八文字屋さん、八文字屋プールさん、あといろんなところで扱っていただいているので、前売りチケットテキストで貼っておきますので、そちらの方で見ていただきたいと思います。そして今回ツアーグッズ、還暦コンサートに引き続き、これパーカーですけど、冬なんでね、これからパーカー作りました。マイホームタウンの。かっこいいベル。ね。ということで、これはかなり厚手のしっかりした生地で、これは7000円となっておりますが、かなりしっかりしてます。あったかいです。これは L です。今回はパーカーは冬場なのでね、うるさいね、こうちゃん。L と XL、のみでございます。そして、T シャツ、ロン T ですね。今回は、あと、パーカーも T シャツも黒だけの展開なんですけども、マイホームタウン、ロン T。はい。ロゴも一新です。今回のマイホームタウンのジャケット撮影の時に、撮った写真の別バージョンを使った、デザインしてもらった新しいロゴ。これは、今回は T シャツは、M、L、XL。の3サイズで5000円となっております。そして今回初めてなんですけど、マグカップを作ってみました。マイホームタウンマグカップ。ね。でございます。こちら1800円。で、会場では僕、サインさせてもらいますんで、これね、油性マジックで結構、ちゃんと乾くと強く擦っても消えないことが分かりましたので、まあ思いっきりね、こうなんかスポンジとかでゴシゴシしたら、ダメだと思いますけども、まあそこにすればちょっと凹んでるので、ずっと半永久的にサインが残るということで、会場でもサインさせてもらうつもりでおりますので、ぜひこのグッズ3種類でございます。今回よろしくお願いします。ということで、11月10日天童市市民文化会館大ホールコンサート、まだチケット、ございますのでね、各種プレイガイド、その他でお求めいただければと思います。そして当日券は12時半から11月10日、天童市市民文化会館ホール窓口で12時半から当日券販売いたしますので、ぜひよろしくお願いします。では、あと9日、よろしくお願いします。